刊を裏を未来を読む東京ポッド許可局。局報です。はい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 、よかったら皆さん番組の感想いつでも構いません。ぜひ、ツイッターかメールかで送ってください。まあ、インスタでも構いません。ツイッターのハッシュタグは東京ポッドです。メールの場合は東京ポッド @tbs.co.jp です。あなたが聞いた時がオンエアです。どんなタイミングでも構いません。そして番組の一部は東京ポッド許可局アプリやポッドキャストで聞くことができます。無料です。アップストアまたプレイストアで検索してみてください。月額500円で許可局アプリ、過去のアーカイブなど有料コンテンツもございます。今ね、動画も公開したりとかしてますね。そして毎年恒例許可局そうめんを販売中です。申し込みや詳しいことはヘリクツオンラインショップで検索してください。ヘリクツひらがなです。我々そうめん業者です。そうですよ、はい、フリーメイソンというのは言いますけど僕らフリーそうめんですからね。うん、フリーそうめんです。くだらねーくだらねー。確かにフリーそうめんだね。そうめん売ってるよ、うん、そうめんが世の中動してるんだよって、うん、東京フリーそうめん。そうですよ、うん、そうですね。どこの会社のものでもないですね、うん、そうですよ、そうですフリーそうめん、フリーそうめんです。よろしくお願いします。鳩山由紀夫とかも入ってる。そうです、フリーそうめん。そうです、そうです。宇宙人入ってんだ。報告連絡相談ほうれん草のコーナーです。福岡県アフリカ増局員お三方こんばんは。こんばんに。いつも楽しく聞いています。はい、先日牧田さんが豚骨ラーメンについてくっせえラーメンと称していたことが、はいはい、幼い頃のことを思い出しました。私は福岡で幼少期を過ごしましたので、親に連れて行かれるラーメン屋はもちろん豚骨ラーメン主流。うんうん、しかし私は豚骨ラーメンの匂いが苦手でした。あ、そうですか。あの特有の匂いに何というか生々しさ、子供ながらに暴力的なものを感じ匂いが嫌いというよりも恐怖を感じてラーメン屋に連れて行かれるのがとても嫌でした。行ったとしても極力鼻で息せず、注文もチャーハンなどを頼んで我慢してました。しかしいつからか我慢ができるようになってか、豚骨ラーメンも美味しく食べられるようになり、あの豚骨スープもくっせえと思いながらも美味しそうと思えるようになりました。だけどたまにあの頃の恐怖も少し思い出します。アフリカ増局員福岡県、すごい、 いらっしゃるんですね福岡に。まあそれはそうでしょうね、うん、でもよくあの言われるのが、あのその博多の長浜ラーメンと、うん、例えばそれは臭くない、うん、であと久留米ラーメンとかの方が、うん、その臭みがこってりしててみたいなこと言う人がいますね。昔の環七沿いの南電関電とかは、うん、あれは久留米系ってことですか。いやでもあれもハイブリッドじゃないですかね、うん、なんか、まあ、なかなかの匂いでしたよ。いやまあそうですね、井の頭通りぐらいまで匂ってましたよ。だっていやそんなこと言ったらね、久留米でも長浜でもないけど、あのつい最近俺改めて確認したんだけど、あれほら、あの熊本の経過、経過の匂い初めて嗅いだ時に、うん、その毎日俺あそこ取ってたんで、バイト先があったから、うん、そこの経過ラーメン新宿にあるところ、うん、新宿のね末広店の近くの、本当になんかあの汚物を煮出してんじゃないかなってずっと思いながら、なんでこんなことしてんだろうとかって、どこでその何が匂ってるのかもわからないから鼻が曲がるっていう、ここのラーメン屋だという認識もなかったわけ。そしたらあれは実はあのラーメン屋の匂いだって、でそれ前から食ってみろって言われて、で俺はもうほら興味津々、そういうところに好奇心で行くタイプだから、うん、行って食べた時のあっさり、なんかそのうまさ、あっさりって うまさのあっさりではなくて、あっさりコテッと俺はもう本当に好きになっちゃう。ああ、ややこしい。そうだ、あっさりとね、あっさりとコテ、白旗あげたってことね。そう、あっさり白旗。こってりした話してんだよ。こってりした話。だけどあっさりと白旗あげたってことだよ、ね。ややこしいけど。うん、こんな匂いのする食べ物なんだっつって言ったらうめえじゃねえか。うめえじゃ、なんだうめえじゃねえかよっつってね。あの言うてたらなんかあの、うん、ほら。昆布とか入ってて、うん、入ってますね。うまいね。キクラゲ標準で。経過うまいよ。うん、経過ラーメン。うまいね、あのキャベツ、うん、生キャベツ。キャベツね。煮卵。あとターローですよ。うん、ターロー。うまい。熊本。そうだね。うん、うまいよ。うまいよ。あれ今もたれちゃうな俺。いや言ってごらん久しぶり。全然俺もたれなかったんだよ。言ったの？俺買い玉しちゃったんだから。買い玉しちゃったよ。買い玉すごい。いいよね、いろいろ独自のね。そっか。いやで俺はくっせえラーメンって言いますけど、あれ褒め言葉でしょ。褒め言葉大好きでしょ、くっさいラーメン、うんうんうん、
あと先日コンビニおにぎりを2つ選ぶならというお話ちょっとしました、うん、はいはいはい、リスナー局員からメールが届いております、うんうんうん、単勝な単勝職員局員、はいはい、おにぎり2個選手権私にもやらせてください。うん、1つ目は鶏飯、はい、鶏五目系です。うん、できれば手巻きおにぎりタイプで海苔がパリッとしたやつがいいです。あ、はいはい、あ俺海苔しっとり系だな、ね、これちゃんとやっといた方がいいかもしれない、ね、俺もやっぱ気分、その日の体調とか気分によってタラコとかもうまいよ。タラコうまいよ。結構この間はあのエキセントリックな方に走りましたからね。エキセントリックだったかな。エキセントリックというか、まあ、だからハムのマヨネーズのやつとかね、はい、うん、うん、って言ってたけど、ね、ちょっと大技系ニューウェーブに行ったよ。ニューウェーブというか、うんうんうん、オリンピックで言うなら新種目のおにぎりに行きましたけどね。これはおにぎり行っちゃったけど、エクストリームだね、うんうん、でもやっぱりタラコとか昆布とか鮭とか、焼きタラコとタラコだったらどっちって。それもどっちもいいな。うん、それウィンク現象だね。どっちも好き。俺子供の頃とかのおにぎりの中に焼きタラコあったらもうすげえ嬉しかったな。うまいよね。俺子供の頃嫌いだった。冷えたやつ。じゃあ昔の鮭とタラコってもう尋常じゃねえ、うん、しょっぱかったから。うん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 、いやそんな戦後じゃないでしょ二人。いや本当に、いやいや。我々アルマイトの頃の話じゃなくて、我々って PK 言っていいよね、うん、昔のシャケとタラコってめちゃくちゃしょっぱかったよ。だからそれでご飯進むようにしてんだよね。そう、うん、だからなんか俺は未だにそのタラウマ的なものがあって、だから明太子の方に行っちゃう。あ、でも俺それ正直あるね。今もシャケとか出てくると、うん、あれこれうまいじゃんっていうのはやっぱりそんなにしょっぱくないやつをうまいじゃんって言っちゃう、うん、そうだよね、うん、そうだよね。すみません、まだあのおにぎり選手権の途中でしたね。うん、うん、すません、まだ握ってる途中だった。言ったっけ、うん、何まだメール結局は、うん、多分言ってないと思う。入ってない。多分言ってない。結局わかめって聞こえた。結局わかめっていうのは今初めて聞きましたよね。これはどこのわかめ。これはどこのわかめ。あれだけ石田鉄道みたいな言ってないよそれ。結局わかめ、うん、結局わかめ。ごめんごめん、ちょっとまだあった。わかめおにぎり、鶏五目系、鶏五目系。二つ目は最近は明太子勢に押されてあまり見かけないのですが、焼きたらこのおにぎりですか。ほらだから手巻きタイプの海苔パリのやつ、はい、うん、海苔パリがで同じこと言ってる。以上の2つが私のベストな組み合わせです。ちなみにお話に出ていた和風ツナマヨですが、ツナマヨに醤油が混ぜ込まれた具を白米で握ったものと、茶飯にツナマヨの具が入っているタイプのやつ、そのエクストリームのやつ。私は断然前者の具のツナマヨに醤油が混ぜ込まれている白米のものが好きです。うんうん、これの場合海苔が直巻きのしっとりタイプがいいです。うん、というわけで、うんうん、意外とやっぱみんなあるね。うん、どっちも好き。ずるい。本当ごめん。本当にどっちも好きだよ。うん、今日もくしくも俺も食っちゃったんだけど。久しぶりにさ、のりパリのいいよあのツナマヨ食ってみたんだ、うん、いいよツナマヨ、うん、別にそんな、まあ俺普通に腹減ってるけど、まあまあしっとりタイプの和風ツナマヨにかなわねえんじゃねえかと思って、あのベタ中ダメだね、うん、食ったらうめえ。うまいよ。うまい、ね、パリッとしてる。結局でもバクバク俺4口ぐらい食っちゃって、うん、そう、うん、山下清じゃん、うん、パリッとしてる。そうだよ、うん、53歳だよね、うんうん、山下清さんは和風ツナマヨ食べたことないよね。ないね、多分ないね。食わしてやりてえ。家がどんどん進んだよ、うん、食わしてやりてえな。ツナマヨの大将になっちゃうからツナマヨ食べさせたら。あんな時代に覚えさせたら裸の大将、うん、ツナマヨの大将じゃねえよ。あのグー指定で、うん、僕はツナマヨが欲しいんだなってツナマヨの、ツナマヨうるせえから、まあちょっと時代が早かった。だ、ね、そうだね、そうそうそう。いやだからね、結局わかめ、じゃあ続き聞きましょうか。あの、うん、コンビニのわかめのやつあるじゃないですか。わかめがまぶされてコンビニ、うんうん、わかめおにぎりあるんですけど、うんうん、あれわかめおにぎりなんてある？あるよ。昆布じゃなくてわかめとこう混ざってるやつですよ。混ざってるわかめご飯ってあるよね。わかめご飯、うんうん、あ、ある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 。うまいよあれ。俺ね、塩分一番世の中の食べ物の中で塩分として一番いいんじゃねえかなってぐらい、うん、なんだろうな、疲れた時にその、うん、の塩分と、なんだろうな、こう楽しみの塩分と、なんかちょうどいいよあれは。だからなんか遠足ですげえうまかった思い出あるね。あ、やっぱり干してるんだよね、わかめが合うんだよ。 あれな。だ混ぜ系いく？混ぜ系、うん、だからそういうさ、あの梅とさ、うんうん、
あの梅と混ざってるやつもあるじゃんか。あるよ。何が？散らしたやつね。そう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 、散らして。うん、あ、俺は行くね。梅は行く。梅好きだから。あれうまい。うまいな。うまい。うん。あれに麦が入ってた。あの麦ご飯。麦ご飯が入ってるやつ。なんで現地の人みたいな話し方に。麦ご飯。入ってるだ。入ってんだあれ。うまいね。あれもうまいぞ。うまい。うまいねあれ。うん。だから混ぜ系はね、どうしても俺入れたくなっちゃうね。一個は海苔、一、うん、個は混ぜ系かな。あ、そう。うん、でもな、やっぱ混ぜ系俺三つ目だな。やっぱドラフト2位までには入らないね。入れませんか。あ、やっぱ明太子、鮭、梅干し、昆布とか、うん、まあ、だから控えだね。控えとして。俺いくらでさえちょっとためらうからね。筋子とかいくらあるじゃん。でもさ、そのドラフトの順位の指名って王道でいいんだけど、うん、でもやっぱり戦略としてはさ、うん、この素材は化けるかもしんねえぞっていうのを3位とか4位に入れといた方がいいと思うんですよね。そうそうそう、3位4位のね、卵かけご飯もう総合種揃ってなくても何か一つ目立つものがあれば、総類だけとかね、これ化けるぞこれいつかっていう、まあ、育成枠、育成おにぎりですね、うん、育成おにぎり、うん、育成おにぎり、育成おにぎりじゃあ PK、うん、何、スパムおにぎりとか、だからそういうやつですよ。あ、スパムとか、まあ、オムライス。オムライス好きだね。あいつはすげえぞ。あれはすごいじゃない。オムライス片手で食べられるって発見だよね。守備とか下手くそなんだけど。とにかく飛ばすんだ。攻撃力はある。とにかく飛ばす。飛ばす。うん、確かにな。うん。下手くそなんで、趣味とか。そうですね。じゃあ、うん、イベントとかでもできそうなんで、ぜひ皆さん、うん、私2つ選ぶならこれっていうのを送ってください。そう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 、1個で、まあ、おにぎり選手権、あるいはもうおにぎり総選挙、まあ何でもいいんでね、ちょっと皆さんの意見も聞きたいですね。あのコンビニに売ってなくてもこの具っていうのもなんか実は欲しいな。おお、考えちゃう？ね、あのおにぎり専門店のおにぎりって食べてます？うまいんだ、あれもまたうまいんだ。でもさ、あれさ、うん、四角いさ型に入れて作ってるからさ、うん、若干米多いんだよね。ああ、じゃあそのみっちみちだよね。そう、みっちみち、うん、でもうちょっと 具の部分を増やしてほしいから、なんかもう、うん、なんもう猫もしゃくしも天むすじゃん。あ、まあ、天むすも多いですね。天むすうまいよ。天むすうまいけど、うん、なんかもうちょっとなんか、まあだからシャリ少なめの寿司の方がいっぱい食べられるじゃん。うんうんうん、それと同じ。なんかおにぎりももうちょっとご飯部分なんとかしてもらえないかなって。うん。荻窪のね、うん、地下街にあるありますね。あそこのおにぎり大好きよ。わかるわかるわかる。俺もね、俺も本当にあそこよく利用してる。あそこうまいよ。あそこいいよ。結構みちみちだけど。あそこはねよく利用してます。あそこの鮭うまいな。結局。あそことねお稲荷さん迷いますね。あ、お稲荷さんな。うん。うん、なんだろうな、うん、オリジナルの具っていうオリジナルの具は実は攻めてないですね。私、マキタさんやってそうなのに。やってないですね、おにぎりにそこまでのものも。ソーセージとかやってないですか。それもやってないですね。いや、ちょっとごめんなさい、やってねえな。 やるべきでしたね、うんうん、俺ね、ジャコ割と好きなんです。あ、ジャコうまいね。ジャコね、うまいですよ。で、やっぱおにぎりってなるとやっぱちょっとよそ行きの、うん、なんかそのなんていうの、山椒ちりめんみたいな、ちりめん山椒みたいなのが多いんだけど、うんうん、俺本当にただ、うん、ちりめんに醤油垂らしただけのやつとかをおにぎりの中に入れて食べるのとかすごい好きなんです、うんうん、これはやってますよ。なんで上の空だったんだ。あのうちはあのおかかに、うん、おかかをこう入れるじゃないですか、うん、真ん中に。梅じゃない、それ梅じゃない。でそこにほんとちょっとごま油垂らして。いや、これごま油か。ふたごはまごま油好きだな。おい、ごま油なんでもごま油だよ。もう梅ごま油作れもう。でもおかかうまいね。だからおかかもいいよ。おかかうまいよ。おかかうまい、うまい、うまい、うん、いやでもさ、おかかはさ、やっぱおかゆじゃない。うまいな、うまいよね。それでもちょっとごま油垂らして。いやだからそう、ほんのちょっと、いや梅干し、梅干し、梅干し、おかか、醤油、卵かけご飯だってうまいよ。うまいよ、うまいよ、うまいよ。え、卵かけご飯のおにぎり食べたことある？俺ないんだけど。あるあるある、ありますよ。なんで食べてんの？だから俺は一通り行くんですよ。それ意識が違うんですよ。意識が高いんですよ私は。だから一応卵かけご飯のおにぎり、うん、あれあるよ。いや、あるのよ、あるのよ、卵かけご飯って売ってんのよ。売ってるって。もう開発ももうほんとバカになってた、ね、大喜利になっちゃってるのよ、うん、そうね。一時期のココイチぐらいのなんかその発想あるだから、まあ、あのまず白飯おにぎりが出てきた時に、うん、あの超えたなって思っちゃう。一、うん、回ラジオのコーナーとしては終わってるから、白いおにぎりが出てきた瞬間にね、うん、あ、これコーナー終わるなみたいな。そっから遊びの今時代だもん。いろいろもう遊びに行ってますね、うん、
そのうち甘いのとか入ってくるんじゃないかな。ああ、フリスクとか。いやだよ。ああ、それこれ一石二鳥でどれがお米か分かんない。一石二鳥か。一石二鳥みたいな。いやいや、一石二鳥じゃないでしょ。うん、絶対やでしょ。フリスクおにぎりね。ブラックサンダーおにぎりとか。うんうんうん、やるかもしれない。キノコの山とかさ、うん、キノコの山とかな、皆さんもねぜひメールいただければと思います、というわけでね、まあ、皆さんからもなんかまあいろんなコーナーありますんで許可局ね、はい、この他にもスピリチュアルコーナーでありますとかね、あの人あの時何歳だったかクイズぜひぜひ送ってください。番組の感想もいつでもお待ちしております。本日は以上でございます。東京ポッド許可局マキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でした。仕事する人休む人よろしかったらまた今度。それでは皆さんごきげんよう。忘れぬ人々、よいしょ、うんうん、ふとした時どうしてるのかなと気になってしまう人、自分の中に爪痕を残してるけど連絡を取ったり会おうとは思わない、そんな誰にでもいる忘れぬ人を送ってもらうコーナーです。神奈川県テラベッピン局員、うん、高校1年生の頃のある日、通学時に駅前に自転車を止めていたら撤去されてしまいました。まあもともと自転車を止めてはいけないエリアだったので仕方ないっちゃ仕方ないのですが、学校が終わって駅前に戻り自分の自転車がないことに呆然としていると、中学のクラスメートだった塩沢さんが通りかかりました。僕が事情を説明すると、彼女はじゃあ私の自転車の後ろに乗りなよと言ってくれ、二人乗りで家まで送ってくれました。僕らは自転車の前と後ろで高校での近況や中学の思い出などいろんな話をしました。塩沢さんは森のコリスみたいなクリッとした可愛い女子でしたが、キツネ顔が好きな僕のタイプではなく、何か発展することもなくバイバイしました。今でもたまに思い出しては後悔するのですが、あの時本当は僕が自転車を運転するべきだったのではと。二人乗りをね、いいね、うん、いいじゃないですか。塩沢さんいいじゃん、乗せてくれたんだ、うん、まあこの忘れぬ人々もね、もともとコーナーの発端といえばこの鹿島さんが自転車の後ろに乗せてもらったって、ね、そうですそうです、それはもうあれですよ、うん、芸人を始めてまだ若手芸人の頃ですよね、うんうん、いや当時何だったんでしょう、よくみんなで安いキャバクラとか行ってたんですよ、うん、いやあれ以来だから行ってないね、中野とかの上ですね、うん、1時間2000円とかね、うん、で新しいお店がオープンしたなんつってね、うん、いつものメンバー、うん、まあでそして行ったら僕の前に座ってくれた女性が、うん、何やってんのみたいな、俺が結構回していくみたいな感じ、うんうんうん、そして柔道って言って、うん、強そうだねって、うん、今日うち遊び行っていいっつって、いいよっつって、え、うん、まあそれいろいろあって、適当して、うん、であれどこだっつったかな、吉祥寺三鷹の方かな、荻窪じゃない、荻窪か、荻、あ、いよぎ、いよぎありました、いよぎ、いよぎね、西武線、でどうやって帰るのっつったら、うん、自転車っつって、うん、あ、俺歩きだわって言ったら、後ろ乗りなよ、うん、実際座ってる時よりやっぱり立つと体がしっかりしてらっしゃって、ね、葉っぱがね、うん、あって、俺大丈夫かなと思ったら全然大丈夫で、うん、普通に子供のように後ろに乗せてって、で、あの絵で見た坂道の月が忘れられないですね柔道との思い出ですね、結構強かったんですって、いい、うん、いいわ、この話何回聞いても絵になるね、うん、すごくファンタジーでしょ、ファンタジー、うん、すごいわね、うん。その話からできたコーナーです、ね、今何してんだろうな、うん、何してるでしょうね、一、うん、本取ったけどね、一、うん、本取った、うん、千葉県陽気な寝言局員、うん、忘れぬ人々、今からおよそ12年前、新卒で社会人になった時、私の指導係になったのが K さんでした。 K さんは7歳年上で当時30歳、バスケ部出身で身長がスラッと高く、髪型は軽い2ブロック、太めの黒縁メガネをかけていて、ギョロッとした大きな瞳が印象的な先輩でした。その見た目の良さもあり、同期からは K さんに指導してもらえるなんて羨ましいと言われるし、他の先輩からも K さんは仕事をきっちりする人だからよかったねと言われます。私は K さんの評価の高さに安堵し、
これで社会人生活のスタートは万全だと思っていました。ところが一緒に営業回りをするようになってから数ヶ月、徐々に K さんの正体が現れてきます。まず引き継ぎを受けた見積書の履歴がめちゃくちゃ得意先回りはほとんど午前中で終わるのに、新規営業とだけホワイトボードに書かされた日は用もないのに遠くの方まで車を走らせ何もせずに帰ってきます仕事をきっちりする人というのはその風貌や話し方から来るイメージで、本当の K さんの人となりがなんとなく分かってきました、そんな K さんにいつものように頼まれて新規営業とホワイトボードに書き営業者に乗った日のことです。 K さんはいつもラジオをつけっぱなしにしてたまに笑ったりしていましたが、その日はガサゴソと CD ケースを取り出し珍しく音楽をかけようとしていました。何やってんだよ、そろそろ好きな曲かけてもいいよねと一言。ラジオをつけていたのは私への配慮だったことが分かり、 K さんの優しさを不意に感じました。カーステレオから流れてきたのは私も大好きな電気グルーヴ。目を見開いて私電気好きですと声を発すると、 K さんもギョロッとした目に驚きを見せ、また嬉しそうにそうなんだよかったと言いました。それからというもの、営業者では爆音の電気グルーヴ私よりも古くからファンだった K さんは持っているアルバムを全部貸してくれましたし、他のテクノミュージックについてもたくさん教えてくれました。その後1年ほどで部署移動があり、 K さんとは離れ私は転職、 K さんもその後退職し公務員になったらしいと風の噂で聞きました。 K さんと会うことは二度とないと思います。それでも狭い営業者で電気グルーヴの音楽と共に過ごした時間は仕事中なのに本当に楽しくて今でも忘れられません。どうか変わらずお元気で過ごされていますように。千葉県陽気な寝言局員、ありがとうございます。いいなあ、こう色恋に発展しなかったのが良かったね、そうです ね。電気グルーヴっていうまたその線がね、そのラインが当時はどういう感じだったんですか、そのニュアンス的にはどういう感じっていうか、電気グルーヴ自体というかさ、電気グルーヴを好きだっていうことをちょっと踏み絵的な感じにしてる人たちは多分いたとは思いますよ。なるほどね。つい最近のことですけど、私の、ある仕事、レギュラーの仕事でレギュラーをレギュラーのメイクをやってくださってる方がいるんですけど、女性の方なんですけど、その人はもう事務的な、もう僕のそういうメイク的なことを基本的にやるだけで、そういう会話以外は全然してないんですよ。そしたら僕は別の現場で、あの人と一緒ですよねって言ったメイクの別の方がいたんですよ、私あの人と仲良くてよく電気グルーヴとかのコンサート2人で一緒に行くんですよなんつって言って、あの人って電気グルーヴファンだったの全然言わないじゃんつって、僕その話をニコニコしながら、そのまたレギュラーの仕事で会ったその人に電気グルーヴファンらしいじゃんつって、ですみたいな、ものすごい暴れ出して、いやいや そんなに電気グルーヴってあなたにとって何なのよみたいな、だけどちょっと気持ちはわかるみたいな、我々もねよく小さい声で許可曲聞いてますって言われます。そうなんですよ、もっと大きい声で言い、されてたりすることあるじゃないですか我々も、好きすぎてね、そうね、小声になっちゃってね、マイクを好きに苦しいですよ、許可曲聞いてます、って、ね、マイクつけに来る人にこっそり言われがち。そうです、そうだね。あとなんか取材の後とかね、取材の、そうなんだ、なんか何その種明かし感、インタビューだから雑誌記者とか出版社の方、あと本当に撮影の現場だと録音部、ね、そういうところに多いですよ。そうですね、そう、だからみんな聞いてんだよ、俺そういう風に思いましたもうみんな聞いてこういう感じなんだなっていう、許可曲聞いてるっていうのはねありがたいことですんで、ぜひ皆さんもね草の根運動で広めていただければと思います、忘れぬ人々、皆さんも自分の中に爪痕を残してるけど連絡を取ったり会おうとは思わない、そんな忘れぬ人をメールあるいはおはがき封筒にしたためて送ってください。このコーナーでは採用者すべてにステッカーを差し上げています。メールの場合の宛先は東京ポッドアット tbs.co.jp、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ東京ポッド許可局忘れぬ人々係まで送ってください。お待ちしております。はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。東京ポッド許可局、こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。神岡龍太郎さんがお亡くなりになってね、はい、亡くなりましたね。僕なんかは神岡龍太郎さんって90年代割と自分の歴史の中では突如として現れた人ぐらいの認識なんですよ、うん、で気がついたらその夜中見る友達に見ていたその読売テレビのパペポ、うん、っていうのがまあやっててね、厳しい顔しながら毒舌で何かを鶴瓶さん相手にいろいろこう喋ってる人っていう印象がまず最初で、横山の奥さんとやってた漫画トリオなんて全然知らないし、あと関西ローカルの番組でなんかいろいろレギュラー番組やられてたようじゃないですか。探偵ナイトスクープね。探偵ナイトスクープもよく知らなかった。そうだよね、まだ当時東京やってなかった、ね、うん、やってないし、なんかほらアッコさんとかとやってた番組とかもあるらしいじゃないですか、うん、ラブアタック、うん、そう全然知らないんだよね、うん、だから神岡さんを語ることって世代差もそれぞれのね、うん、感じ方もあって面白いんですけど、うん、どの地域で育ったかっていうのもかなり大きいと思いますよ。あ、関西地方で育った方はそれこそね、うんうん、もう70年代、例えば年配の人は60年代から知ってると思うし、うんうん、ただそれで言うと僕長野で育ったんですけども、うん、長野県って、うん、なんか知らないけど大阪ローカルの番組とか結構ネットしてたんですよね。マジで。だから僕10代もう小学校中ん 3,4 年の頃から、うん、例えば花の新婚カンピューター作戦とかラブアタックとか、うん、もう普通に見てました。マジで。うん、でその時のイメージはもう本当にきっちりとした司会の方っていう。ああ、そうですか。司会者って認識なの？で今ほら芸人ってテレビで最終的に MC をやりたいみたいな人多いじゃないですか。そういう意味での MC 司会ってことじゃなくて本当にきっちりとした司会。進行をするとか、ね。そうです。で本当にだからこの間亡くなった後。上沼恵美子さんかな、なんか本当に言葉に無駄がなかった人だっておっしゃってて、僕その感想が一番子供の頃の感想と一番多くて、でなんかこう10年ぐらい前にいろいろ書物を読んだらやっぱりラジオで鍛えられたっていうんですよね、うん、なるほど。なんか名物ディレクターがいて必ずあーとか、うん、とか言うじゃないですか、うんうんうん、でもそのお前のあーとかえーを全部撮ったら1時間で10分ぐらい曲かけられるぞって言われて、うん、でもそれをもうなくしてなんかことわざとか、うん、なんかそういうもうきっちりとした喋り、すごいなんかそういう訓練をされた方なんだなと思って、でそれで言うと僕は子供の頃見たきっちりとした司会者っていうのがその当時見てるってことだ。見てましたね。あ、そうなんだ。ラブアタックとかカンピューター作戦とか。その毒舌をする神岡さんのイメージよりもそっちが先だったってことね。はいはい、だからそっから見てると、まあもちろん関西の方はね、うん、それは百も承知だろうけど、うん、僕らみたいなそういう地方で見てると、うん、でパペポとか探偵ナイトスクープとかどんどん芸人性を出していくわけじゃないですか、うん、あくまでその大阪以外で見てた印象ですよ、うん、はいはい、大阪で見てた人はいや最初からそんなんそうだよって言うかもしれないですけど、あ、やっぱりすげえなんかこうでフリートークみたいな、うん、でパペポで、うん、であれも日本テレビとかでもネットされたから火がついたんですよね、そうだよね、そうだね、うん、でそれまではやっぱりもう超売れっ子関西で、大阪で東京なんか誰が行くかみたいなことを、うん、ね、うん、言ったらしいんですけど、で僕は改めてあの当時思ったのが、あれだけ東京行かない行かないって東京をネタにしてた人が、うん、いざ東京からオファーが来た時に、うん、どういう胸の高鳴りというかね、言ってることは矛盾してるんだよ、うん、矛盾してるけど、でもやっぱり50前後でしょあれ、ちょっとノムさんが巨人の監督出したからその高鳴りというか高ぶりというかどれだけのものがあったんだろうなって改めて思うといいですよね、うん、
だから息子さんがね亡くなった後もう矛盾の塊だったっておっしゃってましたけど、でももうその矛盾って面白いじゃないですか。で実際東京来て、フジテレビの日曜のお昼の番組やってたやってましたよね、うん、騙されないぞって、ね、そうやってた、ああいうイメージ、やってた、騙されないぞ、やってた、うん、普通に来てんだよ東京に、うん、でもう乱れ咲きして、で実質10年ぐらいでスパッとやめたよね。そうなんだよね、うん、だからそこら辺の10年ぐらい息子さんがおっしゃってる矛盾の塊っていうのがなんかすごくたまらないですよ。年代はおいくつだったんですか。58歳ですって、うん、もう2人近いじゃないですか、ええ、めちゃくちゃ近い。あと5年で引退ですね引退したくねえな、うん、俺、うんうん、だからこの年になるからこそ逆にそういう誰が行くか誰が行くかってもう大阪だけで十分なのが、うん、いざ声かけられた時、うん、どういう、うん、ね、それをこう考えると訃報聞いた後しみじみしましたけどね、うん、なるほど、やっぱり行こうか、そっか、うん、とことん行ってやろうかとか、うん、あったのかなとかね、うんうん、あともう一つ俺は違った側面で言うと、立川流越しに見る亀岡龍太郎さんっていうイメージがやっぱあって、うん、演芸人としてのね、その講談、うん、俺のイメージで言うと、まず立川談志さんが立川流っていうのを創設して、うん、で芸能コース B コースですね、B コースっていうのがあって、はい、そこに、ね、まあ、その高田文夫さんとかで武さんとか、うん、いろんな方がこう入ってって、うん、その中に亀岡龍太郎さんっていう人がいたんだけど、その当時は俺は自分の中では分からない人なんですよ。そっか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 、なんかいるけど、うん、あんまり分かってない、何の人なんだろうっていう。でやがてその X テレビとか始められて、うん、結構頻繁に談志師匠がゲストで出てて、うんうん、でもう談志師匠談志師匠って言いながら談志師匠ものすごくこう、持ち上げつつ、うん、談志師匠の良き理解者としていろいろこう談志師匠がなんかこうやっぱりその誤解を招くような結構発言とか毒舌されるから、うん、それに関してのなんかこうフォローしながら明晰にさ、亀岡龍太郎さんなりにこう言ってくっていうなんか2人のコンビネーション、あれがすごい面白く感じられて、うん、あこういう方なんだということを認識したっていうのがありましたね。すげえ、立川流から入ってる牧田さん演芸係数高いっすね。俺はだからあれですよ、そういう立川談志さんのピープルツリーっていうかさ、うん、そういうものの感じで俺受け止めてたので、まあ、まあまあそうか、まあ、ビバリーとか聞いてたらそうなるもんね、うんうん、でその漫画トリオって伝説のそのトリオがあったことは知ってるけど、うん、ネタなんかも見たこともないし、うん、この人ってどんだけ奥が深いんだろう。最初はだってその、うん、ね、あのノックさんさ相手になんかまあいわゆるパンパカバーンなんつってさ、いろいろそういういわゆるバカバカしいお笑いっていうかさ、うん、まあ風刺があったらしいですけど、そういう感じでやってた人とは当然思えない、うん、なんだろう、解説者、まあ、司会者でもあるけれども、うん、なんかこうあと自分の主張、そのオピニオンを結構ネタにするじゃないですか、うん、大阪が大好き、阪神が大好き、東京大嫌い、とかいろんなこと言ってくじゃないですか。そういう、あこういう明確な主張があったり、やっぱ芸能人っていうのは、まあそういうヤクザとはあんまり変わらないっていうようなこととかの主張とかをさ、うん、面白おかしく語ったりとかするっていう面とかね、すごい奥が深いなっていう印象がありましたね。うん、結構とうとうと流れるように言うから、逆にその、うん、まあへりくつじゃないですけど、うん、あそうそう、強引な論法があってそれが面白かったですよね。そう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 、もうすげえ縦板水でよく聞くと、うん、でそれがチャーミングだったりしてね。へりくつですよね。だから我々のこう意図してそうなったわけじゃないけど。あの元祖許可局員と言っても過言ではない、うんうんうん、でまあものすごい、あともう一つすごいキザだなって僕思ってたんですよね、うん、すげえカッコつけてる人だな。あそうだね、うん、キザっていう言葉が難しいね、うん、でもカッコつけるってことはさ、本当その言葉通りカッコをつけるわけだから、うんうん、体裁を整えるわけだから、うん、ものすごく水面下で足こいでた、うんうん、ね、うん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 、そういうのが見受けられる、予想できるなと思ってた方なんですよ、うん、そうするとやっぱりカッコつけるどころかどん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 本物志向になってく瞬間ってあったじゃないです か、うん、だから例えば東京に来た後もマラソン急に始めて、あそうでしたね、それまでフルマラソンなんかしたことなかった人もフルマラソン出て、うんうん、あれなんかカッコつけるの究極だと思うんですよね。 どんどん本域になってっちゃうっていう。でそれマラソンですらそうなんだから、
他の芸事はさぞかしもう本当にすごい勉強をして ね、 何事もなかったようにスラスラ言ってんだなっていう、それを想像してたら、究極のキザってやっぱりすげえなと思いましたよね。なるほど、うん、かっこつけるってなかなかできないですよ。なんか言ってたある種の漫談的なやつでさ、私は、選挙が大好きですっていうネタかな、聴衆の前に立って、まあ、わっと喋って、で、まあ、喝采を浴びてっていうこととか、もう芸人そのまんまじゃないですかっていうこととかをわーっととうとうと喋っていくんです、だけど政治は全く興味ありません、政治家はもう下等な生き物だと思ってますみたいなことで落としていくやつが、弁舌鮮やかにわーっとこう喋ってる漫談が忘れられないのと、あとね、これアドリブだったのか何なのかちょっと分かんないけど、パペポで鶴瓶さん相手にそのお尻の拭き方みたいなめちゃくちゃくだらないことを喋ってて、多分あれフリートークだから台本にはないはずなのでこうやって喋ってたんだけど、でどうやりますの師匠みたいな感じで確かなんか言ってたと思うんだよね、鶴瓶さんが。そしたら私は、荒拭き中拭き本拭きつや出し総仕上げってやりますでもスワーッと言ったわけ、それは結構忘れられなくて、お前やれば足りるんです、荒拭き中拭き本拭きつや出し総仕上げてね、耳に挟んでやるんですよみたいな感じのこと言ったらすごくなんかわお見事みたいな感じでね、それアドリブですよ多分ね、言ってるのがねすごく面白かったな。あとなんかトリックスターなのか何なのかちょっとよく分かんないところがあって、上岡さんにいよいよ自分の中で注目しするわけですよ、でね当時プレイボーイ月刊プレイボーイで、ロングインタビューが載ってて、そのバックナンバー多分俺家の中探せばまだあると思うんだけど、その中のインタビューで写真がいくつかこうやっぱ撮られてるわけですよ、モノクロの写真でしたけどね、お弁当を食べてる忙しいさなんかお弁当を食べてる上岡龍太郎ってこうピンナップっていうかさ、あったんですよ。そしたらその下のキャプションにでこんな忙しいさなかお弁当を食べてる上岡龍太郎さんをパシャリと撮った、その直後に烈火のごとく叱責されたみたいなことをそのキャプションに書いてあるんですよ、だったらそれ NG にしてるよねとかって思うんですよね、本当に怒ってたんだから。そうだけど今でもずっとそれが謎で、その写真なんで NG にボツにしなかったのか、そのまま使ってるのか、だからつまりそういうことを編集者と打ち合わせをできた状態でそのまま載せてたのか、まあ、その自分の無頼な部分をあえて見せていたみたいなね。キャラクターというか、キャラクターとして。だから俺だからね、東京進出とかって僕らで言うと10代から20代ぐらいじゃないですか、その時やっぱり一方で僕なんかもね若気の至りで、さっきみたいなそういう面白い部分は当然見てるんだけど、一方どっかおさんくせえなっていうのは怒られるけどね、なんかおさんくせえな。で俺究極の芸人らしいいかがわしさあるよ、究極のキザって今は思うんだけど、なんかカッコつけて なんだ立川流にもなんだこれ保険売ってんのかみたいなね、そういうの勝手に思ってました。面白いよね。だからあの存在感ってやっぱり関西芸人でさ、非吉本でさ、当時まだそんなに吉本が東京に進出、まあ進出し始めた時期と同じぐらいに多分上岡さんって東京で大活躍もしてるんだけど、だからそこなんだよ、東京出てきてるのって。やっぱどういうこと？やっぱ吉本が東京のメディアをこじ開けて入ってきた時に、やっぱその関西にしがみついてるっていうイメージを持たれたくなかったから東京出てきてくれたんじゃないかなっていうふうにも思う、負けねえぞっていう。なるほど。でも一方で面白いのはそのあくまでね大阪の番組が、まあ、全国放送されて、でそれ注目されるっていうのは、まあなんかすごく理想的なパターンじゃないですか。いろいろ地方番組あって全国展開とか他の番組であるじゃないですか、話題になるとか、そういうのが東京に来て一からなんかまた売れ直すとか、そういうことじゃなくて、あれはなんか面白いですよね。いやだから鹿島さんかっこつけてくる、確かにそういう意味ではなんかこう、まあ、皇族はいなかったにせよ、なんか一つのゴールの見せ方っていうのを、なんか示してくれたのかなっていうのもあるのよ、それはすごくエネルギーがいったと思いますよ、あの格好をつけた感じで走り切るのって ね相当な最後まで舞台人であることを証明しつつも、
やっぱそれ例えばね、あそこで引退せずにあとはもう舞台だけやりますとかなっててもさ、多分その世の中的な空気感としてはさ、別に劇場に来る人なんてほんの一握りだから、うんうん、話題にもならないし、うんうん、亡くなったねで終わりだと思うんだけど、うんうんうん、そこですっぱりやめてるっていうね、うんうんうん、やっぱ一方でそういうもう超ローカルなことをやっておきながらやっぱメジャーシーンっていう両方に、うんうん、まあ、広げて、だから一番影響力の強いメディアと一番影響力の小さいメディア、うん、両方やってくれて、しかも途中で現役でいい時に辞めるっていうさ、うん、そういう範を示したって結構大きいと思うんだけどね、うん、思い出したけど、あの邪馬台国もものすごく研究してなかった、うんうんうん、してた、あれ本出したでしょ、うん、本出した邪馬台国もすげえ語ってたでしょ、うん、でああいう部分ってどっか芸人でなんだけどまた芸人とは違う自分っていう、うん、なんかその専門的にどんどん掘っていく、どっか自覚されてた部分があって、うん、今回いろいろ不法記事読んだら自分はもう究極の素人だみたいな発言をしていて、素人だからこそ本当の芸人と交えてこれが面白いんだっていう風に言ってた、言ってたらしいんですよ。なんかその感覚って俺すげえわかるなと思って、だからこそさスパッとやめられる、しかもあれだけ売れててですよ、オファーがあってですよ、どっかなんかもう最初からその漫画トリオっていうもう本当の芸人なんだけど、でも芸人性とはちょっとこう違う部分も持ってる自分っていう研究家派だっていうのかな、なんか俺そういうとこタモさん、タモリさんとも似てる部分感じ取ってたけど子供の頃よく分かんなかったかな、なんかグイグイ、あのいわゆる我々許可局用語でいう最短距離で笑いを取りに来る人ではないなという、ちょっとその目先の笑いを犠牲にしてでも、深いところで面白く脳を揺さぶってくれる系の人なのかなって、ヘリクツをそこ感じてたよね。あ、だから絶対引退したらもう絶対復帰ないだろうなというのはなんか分かるよね、肌感覚として。そうなんです。でも一方で俺覚えてるのはタモリさんのことを、いやタモリなんてあんならサラリーマンですよ、月金で帯番組持ってるなんてサラリーマンじゃないですかって言ってて、まあそれは自分が芸人だよっていうなんかこうアピールなんでしょうけど、うんうんうん、でもスパッとやめるのも なかなか芸人とはまた違うよ ね、うん、そうだね、昭和で売れた方にしてはね、うん、確かになんかすごく合理的じゃないです か、そこがすごい面白くてね、見ててね、やめるときに何か言ってたのがさ、これから私は、ゴルフと妻に行きますみたいなさ、うん、なんかその妻っていうかさ奥さんのそのなんか愛妻家みたいなこととかも、うん、あのキャラクターの中でこうあるっていう芸人像、それたけしさんとかやっぱさんまさんとかその固くの人というかさ、あとスキャンダル自体をこうネタにしてとか、その女性関係のこととかっていうこともなんかまあネタにするタイプの人で、家のこととかそういうこととかにも馴染まないっていうスタンスでやってた時がまだあったじゃない、その時に妻に行きますみたいなこととかいう感じとかのなんかひっくり返ったその、まあ、美学というかやっぱキザだし、そのまあ PK が言ってることとかもなんか通じるなと思うんで、それを言うためのなんていうかな、その格好つけるための裏付けとか、うん、いやそれはすごく結構なことだなとかって思って、であの時期ほらちょっと早いケースだと巨泉さんいたじゃないですか、巨泉さんセミリタイヤでスパッとやめたじゃない、えっていう、うん、なんかああいう人いたよね、いた、うん、でもあれが最後だよね、うんうん、まああの2人ですよね、僕ら知るとこだと、うん、あとなんか X テレビ始めた時の、うん、その忘れられないんだけど 11PM に対する郷愁っていうか俺は実世代はやっぱあってさ、うん、でやっぱ X テレビってどんなことで始めるんだろうとかって で東京 X 三宅裕司さんで、大阪 X テレビは、亀岡龍太郎さん、うん、島田紳助さん2人でやると、そういう時にもう東京の三宅裕司のあんなもんにもあの負けませんみたいななんかことを言いながら、こっちはもうテレビのことに挑戦する的なことを言ってたのをすごく覚えてるんですよ、うんうん、で実際にものすごいテレビというものに関するなんか構造的なさこととか挑戦やってたじゃないですか、まあやってましたよね、視聴率の上がるのかどうかっていうか、うん、こととかさ結構スリリングなことをやってさ、そういうなんか芸人でありながらまたテレビというところで壊れて出ざるを得ない芸人っていうさ、お座敷に出なくちゃいけないけどそのお座敷自体を
からかうとかさ、あのネタにするってことを中でやることのスリリングさっていうのは当時から感じて、ね、確かに。だから今みたいに YouTube があってこっち側でなんかわー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 言ってテレビとかっていうのが凋落してって、そういうことをなんかネタにするっていうこととはちょっと違って、中でそういうことやってるってこと自体の、うん、なんかね面白い。そこがまだね、こっちで育った人間からすれば、うん、Xテレビってほら東京発、うん、で関西っていうのはうん、表裏じゃないですけど、うん、でもそこをこう逆手にとって東京イコールテレビメディアっていう王道を挑発してくる感じとか、うん、あれはたまんなかったですよね。そうね。だこれはもうあの言い古された言葉で言うと、その関西の反骨精神とかよく言うじゃないですか、うんうんうん、まあ、今はないと思うんですけど、うん、でもそれは上岡さんは体現してましたよね、うんうん、京都っていうのが面白いよね。ああ、京都ね、それでかいじゃないね、うん、奈良でも和歌山でも兵庫でもない、うん、京都だ。京都ってプライド高そうですもんね、うん、そう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 、大阪に対して、うん、あとなんかそれよくそれもネタにして言ってましたけど、お父さんがその弁護士でその国選弁護人とかやってお金にならないようなことやってた、うん、そういうタイプの人だってこととかよく言ってましたよね、うん、だからこう製品的な考え方でもってやって、うん、まあすごいポリシーのある、うん、気骨のある弁護士だったということを、まあ、自慢というか、うん、それもネタにして言ってましたけど、なんかそういう主張も自分のネタに織り込んでることがそうちょっと珍しい面白いケースだから、いいんです関西で、ね、このまま売れっ子で、うん、いいんです東京なんかでずっといてて、うん、でも実際東京から声かけられた時のそのでもね、うん、なんで俺より全然なやつが東京で売れてんねんみたいなのは絶対あったと思うんですよ、うん、で一方で表ではいやもう東京なんてって言って、うん、じゃあそれどうするって言った時の、うん、まあ、元に戻るけど、うん、その時の上岡さんってどういうふうにいろいろね、うん、高まってたのかなって思うとこう、うん、いいですね、うん、想像するとね、うん、今だったらねなんか本当 YouTube のこととかどうお考えになってるのかとかすごい聞いてみたいですけどね、うん、コロナのこととかねなんかいろんなヘリクツ飛んできそうじゃないですか、うん、でもなんか、うんうんうん、やっぱりさそうは言っても20代のスタッフが知らないんだよ。もうねそりゃそうですよ。まあ引退されたのは2000年とかでしょ、うんうんうん、20、23年前ぐらい、うんうん、いやーちょっと覚醒の感ありますよね。もうと自明のこととして喋っちゃってましたけど、うん、神岡龍太郎さんだから、そうなんだよね。つい最近ですよ。だって、うん、つい最近なんだよ、うん、なんか不思議なものを見てたような気もしますけど、シドニー五輪だもんだって。え2000年っつったらシドニー五輪だから。でもなんか昨日でも東京大阪でまだなんかそう別々のあれがあるみたいな、まあそうだね、成り立ってたから面白かったよね。成り立ってた確かに。今ないもんね境目も、うんうんうん、別に TVer で見りゃいいわし、ね、今日は神岡龍太郎には騙されないソロン、東京ポッド許可局、TBS ラジオキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。